どうも、マサズアウトドアチャンネルにようこそ、マサニーです。そして、ジェンコのコリタです。今回の動画は、深夜さんと、はい、フリートークということで、ラジオ会ですね、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。最近僕思ったんですけど、うん、テレビ見ますよ。あんまり見てない、ね。昔僕めっちゃテレビっ子やったんですよ。もう本当に家にいるときは、うん、ずっとテレビ見てて、で、すっげー好きな系統、まあバラエティーもちろん好きで、まあずっとバラエティー番組、コント番組、歴代のコント番組すべて見てるんですけど、で、バラエティーも普通に見てて、あと子供、僕が、小学校低学年ぐらいの時に、UFO スペシャルとかなかったんですか？うん、うん、昔あったね。20年前ぐらいかな、うん、あったあった。ユーマを見つけるとか、それこそ藤岡弘探検隊とか、あの手のやつめっちゃ好きで、今もうネットが進化しすぎて、なんつうんですかね、答え合わせがすぐできちゃうじゃないですか。ね、はい、今だ、例えば宇宙人、はい、いませんみたいな。うん、昔それがワクワクそうだね知ってて、ね、でなんかアナコンダを倒しに行くとか、まあまあ土の子とかね、土の子とかでユーマですよね、未確認生物、未確認飛行物体とか、あと学校の怖い怪談みたいな、はいはいはい、あっち系もすっげー好きで、うん、でまあすげえ見てて、今はだからほとんど見るテレビねえなと思ってるんですけど、まあ昔はそういうのに影響されて、高校3年生ぐらいの時に心霊スポットに行くみたいな、車の免許取って誰かが車持ってるぜみたいな、ありますね、親の車借りれるぜ今日みたいな、でもうぎゅうぎゅうにすし詰めにして車で、心霊スポットちょっと男女で行こうぜみたいなノリあるじゃないですか、うん、あるある、そんなめちゃめちゃ楽しくて、うん、めちゃめちゃしてたんですけど、うん、で、まあ僕はもう何にもこう感じない、ああ、なるほどね、すよ、霊感ない、だから、うん、なんすん、まあ、ちょっとそこもみんなから頭悪いぐらいに思われてたんですけど、まあ1ミリもそういうの怖くないんですよ僕。あ、もう怖くないんや。全く怖くないんですよ、多分。学生時代の同級生とかに、まあ、いれば聞けば分かるんですけど、うん、俺そういうのビビったことないんですよ。ああ、なるほど。一人でぐんぐん、あ、何も感じないからこそ、信じてもいないし、感じもしないし、うん、もうゴリゴリ一人で行って、うん、みんながドン引きされるんですけど、うん、で今そういうのは、なんか大人になってちょっとだけ怖いですよ。逆に、まあまあね。バカじゃない。ね、当時バカだった。はいはい、あんまり最近は行ってないですけど、なんか昔そういうなんか心霊スポットみたいな、我々が学生時代やってたような遊びとか ありますか、そういうのは。あのね、俺ね、うん、高校を卒業して、はいはい、名古屋にその専門学校に進学したわけ、はい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 、だから、うん、そのちょうどみんな車の免許取って行くっていうタイミングに俺名古屋行っとるんや。なるほどなるほど。だから、はいはいはい、俺富山の心霊スポットとかに、うんうんうん、その同級生とかでも回ったことなくて。そうなんですね。で俺自身も、うんうんうん、俺も霊感ないのよ。はい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 、はい、だからなんか、うんうんうん、なんていうの、そういう、うん、どっか行って何か感じたとか、はいはいはい、ゾワッとするとかはなんかそれがないから、はい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 、うん、まあで正直俺は、はい、でも心霊スポットは怖いのよ。ね、多分皆さん怖いんですよ。普通に感じないけど怖いのよ。はい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 、だから、はいはい、その別に若い時から自ら行こうとも思わんし、まあ本当にね全然行ったことない。あ、そうなんですね。うん、でもな、まあその感じないんだけど、これなんだったんっていう体験は、体験談ですか？うん、あるから。マジっすか、うん、ちょっとそれ聞かせてもらっていいですか？まさかの真冬に怪談話。あ、一枚金にはいかない。いやいや、一旦ね、あの暖房の設定温度1度上げて、そうね、カーディガン羽織って、はいはいはい、10年ちょっとぐらい前
かな。はいはいはい、はい、まあすごいお世話になっとった先輩が亡くなって、うんうんうん、はあ、なるほど。でまあ、うんうん、まあもうすごい悲しかったし、はい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 、まあなんかそれによってこういろんなことがこう変わったりはしたんだけど、ああ、なるほど。でまあまあお葬式があって、うん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 、で四十九日でお墓に入るやん、はいはいはい、でそのお墓に入ったタイミングで、うん、その他のその先輩のと仲良かった他の先輩からメールでお墓の地図、はいはいはい、今日無事に納骨済んだからしんちゃん墓参り行くんやったら場所ここだからっていうメールが来たんよね。まだスマホじゃない時、はい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 、一応写真は送れるようになったぐらいの時、うん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 、でそういうのが来て、はいはいはい、でパッと見てでまあ文章を読んで、うん、ああそうなんだここお墓なんやと思って、はいはいはい、画像を見て、うんうん、でもまあ行く時に見りゃいいや、はい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 、だから本当にちらっとだけ見て、うん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 、でまあここに何々でここに何々でみたいな書いてある地図を本当一瞬だけちらっと見て、はいはいはい、まあ行く時に、はい、まあしっかり見ようと、うんうん、見るわって思って、まあメール来て残るし、はい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 、っていうので、うん、まあ本当になんていうかパッと見て、うんうんうん、でこう流れていくわけや、はい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 、はい、で、ある日、うんうん、当時付き合っとった彼女が車を運転して、はいはいはい、俺は助手席に乗って、はいはいはい、まあまあちょっと田舎道を走っとった、はい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 、って普通に、うんうん、ほんでちょっとこう上り坂になるところで、うんうんうん、バッて警察が出てきて、はいはいはい、スピード違反、あ、まあネズミ捕りというか、はい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 、捕まって、はいはいはい、でわーってなって、うん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 、でうわーやったまあまあやったわーみたいな、まあ40キロ制限のなんかうっかりしとりゃ勝手に速度出るような道、うわもうずるずる、うん、あるあるっすよね。でしかも、うんうん、彼女が運転しとるから、はい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 、彼女が切符切られるわけ、確かにな、でうわーってなって、はいはいはい、でもうはいこっち入ってくださいっていう、うん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 、でその道路からこう、うんうんうん、左折して、はいはいはい、だからまあね、ハイエース止まっとって、あ、でそこにパッて車止めて、はいはいはい、じゃあちょっと行ってくるわって、あ、で行くわけ、はい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 、でまあまあ10分15分かかるよね、で暇だからさ、はいはいはい、俺で、まあ、その当時スマホとかじゃないから、まあガラケーなんかこうネットを見られるとか調べ物できないし、うん、できるわけじゃないから、まあまあ、当時タバコも吸っとったから、うんうんうん、まあ、ちょっと窓開けてタバコはーって吸ってさ、うんうんうん、ボーっと待っとったわけよ、はい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 、でこう見るやんこうやって、はい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 、周りの景色、うん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 、なんか引っかかるんよね、はいはいはい、まあ初めて、うん、初めて止められた止められたとこなんやけど、はい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 、え、なんだこれ、なんか引っかかるな、はい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 、で最初何かわからんかった、うんうんうん、見とって看板あってなんかあって、はい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 、あれってなって、うんうんうん、携帯出して、はい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 、その先輩のうんうんうん、うん、お墓ここだよのメール地図マップ出して、はいはいはい、看板、うんうん、ゴミ捨て、はいはいはい、水道みたいな、うん、墓、うわ、えってなって、はい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 、バーって車から出て、うん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 、その書いてある通りに行ったら行ったらお墓、うわ、はあ、うわ呼ばれたと思って、うわマジっすか、はあ、すげえな、で俺はもうわーって、はいはいはい、一人で一人で、あ、マジでマジで、たら彼女が帰ってきて、はい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 、何しとんの、うん、車の外でもわわなとか、まあ旗から見たらようわからんもんね、そうそう、うん、呼ばれた呼ばれた何が墓っつって、はいはいはい、何のっすもんね、うん、そこは先輩のみたいな、でその先輩のことを彼女も知っとるから、なるほど、えってなって、はい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 、マジでってなって、でまあ2人でお参り、はいはいはい、まあ、あ、もうそこでして、お線香も何も持ってないけど、まあまあたまたますもんね、うん、でまあお参りして、うんうんうん、いやーちょっとびっくりしたわーつって、はいはいはい、で彼女は、うん、読んでもいいけどこの呼び方さ罰金もかかるし1万5000円かかってん確
確かにっていうなんか呼ばれた、まあ本当にあった体験談というか、うん、マジびっくりした。はあ、それでもビビりますね。すごい本当に、なんで俺こんなにこの配置、ま、見たことあるなっていう、なんかあれすっげえ引っかかるぞと思って。へえ、怖えな。あってな。はい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 。ご自身は全く、霊感もないのに、なんかその、うん、ね、なんか金縛りとかもあったことないし、あ、そうなんですね、うん、なんかここ気持ち悪いなとか、はい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 、なんかそうよく言うやん、なんか、うん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 、そういうのもないし、はい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 、別にそういう体験とかも本当したことなかったし、まあ、僕でも金縛りめっちゃなるんですよ。本当。まあ次疲れている時。ああ、でもまあまあ体寝とって頭起きとるみたいな、ね、なんか、うん、言うしね、うん。まあそのメカニズムを しっかり調べてないんでわかんないですけど、うん、俺結構金縛りはなるんですよね。うん、まあ、その怖い体験とかはないんですけど、うん、もう慣れてるんで、しかも、うんうんうん、あの寝る前に、あ、今日金縛りになる日やってわかります。本当。うん。その肉体とそのさえ具合、うん、だからなんかでも脳みそもなんかちょっとこれ伝わるかな、とろっとしとる日がなるんすよね。だから寝る前に分かります。最近、うん、最近はというか僕まあ、うんとね、10代から結構なるんすけど、で20歳ぐらいの時はもうなる日わかります、寝る前に。本当。うん、あ、だから今日来る、いやいやーみたいな。すごいな。でも慣れましたけど。ああ。まあでも最近もたまにありますね。年間何回かはありますわ。へえ。うん。すげえ激しく疲れてる時とか、なんかすげえ脳みそ使った日とかもなるかな。うん。うん、まあなんかとろっとしてます。この。なんていうんですか、脳みその後ろ側が。まあ多分な、まあ、分かる人はいると思うんですけど、脳みその後ろがなんかちょっととろっとするんですよね。感覚っすけど。たまにありますよ。まあ死んだ、それは心霊じゃないじゃないですか。その肉体のなんか科学的なことなんで、その心霊とは全く関係ないですけど。俺もう一個ある。マジっすか、うん、めっちゃあるじゃないですか。でもこの2つ、あ、今まで生きてきて、うん、今までで、うん、ちょっとそれもお聞かせしてもらっていいですか。それは本当にね、うん、3年ぐらい前の話。あ、じゃあキンキンっすね。キンキン、うん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 、で、ジェンコには昔、はい、猫がいたんですよ。あ、はいはいはい、うん、あ、でもご自宅で飼われてるんじゃなくて、そうそうそう、お店に連れてきとってるぐらいに、あ、なるほど、おとなしい、はい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 、猫が、うんうんうん、ジミーっていう猫が、うん、まあ、猫好きで有名ですね。そうそう、で、うんうんうん、まあ猫、こんなに猫好きなんをこう表に出る理由になったのは、はいはいはい、まあそのジミーとの出会いなんだけど、なるほど、うん、はいはいはい、あのね、本当にね、うんうん、ある日、うん、前4階建てのアパートの4階に住んどった、はい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 、でエレベーターなしの階段のね、うん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 、で本当に階段上がったら左右に部屋がある、うんうん、はいはいはい、1階につき2つの部屋しかない。あ、なるほど。だから1階は部屋ないから6部屋しかない、うんうん、はい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 、アパートで、まあ朝ジェンコに出勤するときに準備して、はい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 、ガチャって開けたら、うん、おったんね、ジミーが。ジミーが子猫の、はい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 、でそのガチャってやって猫追ったことは一回だけあったんやけど、うん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 、そいつはもう野良やから、はい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 、ガチャって開けたらピューンって逃げてった。あ、はいはいはい、なんやけどその日はガチャって開けたら、うん、チャトラの子猫がおるわけよ。で、お、猫ってなって、え、逃げもせずいるんすか、うん、へえ、どうしたんよってなって、はいはいはい、ガチャって閉めるやん、うんうんうん、思ったらにゃーんつって言いながら寄ってきて、へー、俺の部屋の扉をこうやってカリカリカリってやって、え、それが初めての出会い、初めての出会い、入れてくださいみたいな、はい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 、ってってなって、まあ、飼い猫ならありますもんね。そうそう、そのリビングの扉閉められてカリカリはありますもんね、うん、はいはいはい、はい、でも飼い猫にしてもさ、知らん人やん、まあ、確かに確かに、いきなり、はい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 、でどうしたんよお前って本当に普通に抱っこできるぐらいの、へー、で、あの、まあ多分家猫、迷子猫なんやね。ああ、なるほど、なるほど、うん。はいはいはい。なんだけど、うん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 、まあその、まあマンションだし、うん、
買うこともできんし、あ、そっかそっか、でもう抱っこして、お前どっから来たんよみたいな、うん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 、でもごめんなっつって、うん、下ろして、うんうんうん、でじゃあねって言って階段降りて来たんやけど、はい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 、追っかけてくるんよ。ああ、うん、そうなんですね。で、はいはいはい、でまあまあ俺も振り返りながらさ、でこうアパートだって道があって、はいはい、裏が駐車場で、うんうんうん、でこうバーって階段降りてきて、うんうんうん、でこう裏に行くんやけど、はい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 、この裏に行く時にパッて見たら、うん、なんかそのマンションの入り口からこうやってなんかこうやって見とって、あ、覗いてるんですか、うん、で可愛いけどなと思いながら、そっか、バーって車俺行ったら、うんうん、追っかけてきてさ、マジっすか、いやもう無理だと思って、うんうんうん、でまあ車に乗せて、はい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 、でとりあえずインスタに猫預かってます、あ、迷い猫いますと、ジェンコで預かるんでって、はい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 、で警察行って、まあ、おそらく飼い猫ですけど、そうそう、で結局あれってさ、落とし物の財布の扱いで、あ、そうなんや、拾得物のその書類書いて、へー、で保健所にも預かってますよっていう意味の、あ、なるほど、申告しに行って、申告しに行って、で結局その要するに飼い主が現れんかったら3ヶ月後どうします、うんうん、なるほど、財布と一緒やから、へえ、そうなんや、保健所持ってくか、うん、堀田さん買われるかって言われて、いやそんなん買う覚悟 なかったら拾ってないしって、はいはいはい、そうなったらうちで買いますよっつって、でちょうど今の家に引っ越すとこやったの、ああ、うん、一軒家に、そう、引っ越す準備しとるとこやったから、はい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 、とりあえず一軒家に廊下に連れてって、はいはいはい、で寝るときはアパート俺、うん、寝て、あ、そういう生活だったんですね、うん、で朝迎えに行って、うんうん、店連れてきてっていう、でそこから結局まあ、うんうんうん、飼い主も見つからず、うんうんうん、まあ、うちの子になったんやけど、はい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 、でそっから3年、うん、3年もおらんかったかな、うん、暮らし一緒に住んどって、はい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 、でもう多分持病あったんや、あ、そうなんですね、うん、で急激に体調悪くなって、はい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 、でもうその体調悪くなってから本当もう4日ぐらいでまあ死んでしまった、ね、あ、そうなんですね、うん、でおらんくなるよ、うんうんうん、でちょうどコロナ前ぐらい、はい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 、うん、でやっぱりさ、うんうん、猫一匹おらんくなっただけで、うん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 、リビングとかも広いんよね、まあ、寂しいっすよね、で一人暮らしやしさ、はい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 、すごい寂しくて、うん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 、うわ寂しいなっつってこう思っとったんやけど、そこからね、うん、2ヶ月経ったかなぐらいの時、うんうんうん、うち来たことあるからわかると思うけど、はいはいはい、ソファーの前にさガラスのテーブルある、はい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 、うん、でさ2ヶ月経っとるわけよ、うんうんうん、何回も部屋の中って掃除しとるわけ、まあそうですよね、うん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 、ガラステーブルももちろん拭き上げとるし、はい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 、うん、ある日、うんうんうん、なんか何しとったかわからんけど外の光がこうちょっと入ってきとる、でガラスに反射するやん、はい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 、何気なしに見たら、うん、猫の足跡ついて、いやマジっすか、うわえってなって2ヶ月前、いや俺何十回も掃除しとるし、いやマジっすか、うん、怖っ、わってなって、まあ、うん、でもやっぱりすごいなんていうか大好きな猫やから、でも絶対そいつっすもんね、うん、来てくれたんだみたいなさ、そっかそっちっすね、うん、でも、うん、うわあれはめっちゃびっくりした、いやすごいな、うん、掃除してないしとるわってなったし、はい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 、うわ、まあ、その2つが俺のちょっと不思議な体験、うわ心霊体験というか、うわ猫の話えぐいっすね、マジびっくりした、はぁーってなった、それでも恐怖ではないっすもんね、あ、まあ、嬉しさもありつつ、まあ、びっくりっすよね、うん、どっちも恐怖ではない、ではないっすもんね、うん、なんかびっくりし、びっくり、びっくりしたで嬉しさも半分、なんか、うん、すげえな、俺そんな体験してみたいですよ、でも全く全く感じないんだ何も
まあでも怖いがんは嫌だわ。あ、まあ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 。やだやだ。あと小さいおじさんとか見たいっす。あ不思議系の女子が言っとるあれ。あ嘘つけと思いますけど。でもちょっと見たい。そうやね。小さいおじさんとかちょっと見たい。妖精とか見たくないですか？いつか機会があれば捕まえたいなと思ってるんですけど。あまあ、今回こんな感じで、はい、怖い話2本立て。本当にあった、心霊体験、不思議体験ですね。怖い話ではないので。不思議体験の2本立てということでびっくりするかな。びっくりするっすよ。何の話しとんが今日。まあラジオ界なんでね、もう何でもいいんですよ、話のテーマは。僕もびっくりしましたけどね。すげえことありましたね。まあ今回こんな感じで終わりたいと思います。またよろしくお願いします。はい、じゃあ、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。